ユリのやつ、仲直りしたけど、さらなる問題が、まあしっかり伏線があったからいいけど、こっからまた青の攻略編が始まるってことですね。青と矢野ちゃん、どっちも満足させる形で、どう決着をつけるのか、楽しみですね。以上、ユリアニメのお話でした。